どうも。ゴールキーパーのハートを欲しがってるっていう噂の出るクラブってほとんどハートができないサッカーやってるよね。でおなじみレオザフットボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。いや、チャンピオンズリーグ、ベスト8終わりまして、もう全試合ねがっつり分析したのなんてもう日本で僕ぐらいなんじゃないでしょうかね。まあそんな感じで、ぜひともですね、どの試合の分析ももう全試合ベスト8やってますんで、またね、ちょっと思い出す意味でも次のね、試合の予想をする意味でも見直してくれたりとかしたらすごく嬉しいです。といったわけで、そのですねベスト8から勝ち抜いたベスト4ですね、その準決勝の組み合わせが決まりました。レアルマドリード対アトレシコマドリード、そしてモナコ対ユベントスというわけで、はい、こちらですね、それぞれのチームの立場に立ってちょっと考えてみようと思うんですけども、まずですね、レアル対アトレシコは最初の、最初にホームで戦うのがレアルマドリードということで、まあ今季ですね、リーグ戦もう2試合とも終わってて、アトレシコマドリードの1敗1分けっていう感じなんですけれども、レアルマドリードがですね、やっぱり、有利っていう風に言われてる時の方がアトレチコが勝ってるイメージありますね。むしろアトレチコの方が今戦力的にと言いますか、まあ、チーム状況ですねいいって言われてる時は意外に、最終的には、レアルが勝ったりですとか、なんかそういう風にですね順当な結果が出にくい対戦だなっていう風に、個人的には思っています。まあ、そんな中でですねグリーズマン、得点力っていうのはねどうしてもプレースタイル上、下がっていくことが多いんでそんなに数字には現れないところなんですが、レアルマドリードのですね、まあ、泣きどころと言いますか、カゼミロの明けがちな両脇のスペースとかそういうところに降りていって、ディフェンスラインのギャップを作るみたいな、そんなんできると思いますし、チームとしてもねすごく組織的にすごいソリッドな組織なんで、レアルの、選手のコンディション次第でですね全然、この試合って変わってくると思います。アトレチコ自体はねちょっとコンディションにあんまブレがないようになると思いますし、ガメーロとかね怪我から復帰してこのレアルとの試合までに、どのくらい戻ってくるのか、どうしてもねトーレスグリーズマンの2トップだとトーレスやっぱりね衰えもありますし、ビッグマッチだとねどうしても動き出しの少なさとか気になってくるんで、このグリーズマンのパートナーカラスコだと逆に普通にねプレイスタイルとして動き出し少ないみたいな、ボールを持った時以外に何ができるのかっていう話になってくるので、この辺のね、グリーズマンのパートナー選びだったり、レアルとの戦い方、シメオネがどういったところを、選んでくるのか考えてくるのかっていうのがすごい注目だと思います。まあ、ウエハ的に考えてももしね決勝にねレアルとアトレチコ残っちゃったら2年連続チャンピオンズリーグ同じカードっていうのはちょっと盛り上がりに欠けるんで、こういったねカードになったのかなっていうのも個人的に思ったりしています。そしてモナコユベントス、モナコが最初ホームですね、なんでここでですねどれだけ、得点できるかっていうところで、もうこれこそねこの対決こそ得点では、バルセロナの方が得点数では上でしたけれども、本当の意味で最強の矛対最強の盾っていうような、そんなですねチャンピオンズリーグの、カードになると思います。でやっぱりユベントスとしてはバルセロナに勝ったっていうことで、ここでね決勝まで行ってレアルに勝つっていう、このねまあアトレチコは来るかもしれませんが、それでもやっぱりユベントス的にはレアルに来てもらってスペインのね2大ビッグクラブを破ったっていう称号は欲しいと思うんですよ、ユベントスとしての、このブランド力のためにも。そう考えてくると、やっぱりユベントスここで負けるわけにはいかないですし、あとやっぱりブッフォンの悲願ですよね、チャンピオンズリーグだけ取ってない決勝まで行ってもっていうところで、今年が一番のチャンスだなっていう風に、最後のチャンスになるかもしれませんね。前が最後のチャンスじゃないかって言われたんですけど、それでもねトップレベルを維持してここまで来たブッフォン、ちょっと個人的に応援してしまいます。チャンピオンズリーグベスト4ファーストレグはですね5月2日と3日、セカンドレグは9日と10日で、またちょっとね時間がありますけど、それまでねチーム状況どうなるか、楽しみにしていきましょう。といったわけで、先ほど言ったようにですねもうベスト8全試合見た中で、僕がですねこの全部見た中で選ぶベスト11とワースト11発表させていただきましょう。チャンピオンズリーグベスト11&ワースト11。はい、というわけでですねバッと発表して、一人一人振り返りたいと思います。まずですねチャンピオンズリーグ、ベスト11のこちらになります。はい、もうね賛否両論と言いますか、あの選手入れてよとかいろいろあると思うんですけれども、まあそう思う選手は当然入れてもいいところをちょっとすごく迷ったってことを、まあね理解していただきたいんですね。まあそんな中でゴールキーパーブッフォン、まあバルセロナ相手にですねもう2試合通して0点で抑えたと。バルセロナが枠内シュートあんだけ少ないのはやっぱりブッフォンのコーチングとかそういったところのね影響すごく大きいと思います。あれだけ得点力のねあるチームを抑えたっていうことで、ここに入れました。そして3バックですね、左からフンメルス、ボヌッチ、ナチョということで、フンメルスのねカバーリングだったり後方からのパス出し、やっぱりバイエルンミュンヘンっていうチームをねレベル1個2個上げてるっていう風に
そんな風に思いますね。決してスピードがある選手じゃないんですけど、読みですごく、バイエルンミュンヘン、レアルとの戦いですごく救ってたっていう風に思いました。またボアテングとかハビマルティネスとか、ちょっと調子がね良くなかった中でですね、このフンメルスの働きっていうのはここで取り上げたいと思いました。そしてボヌッチですね。やっぱりファーストレグも素晴らしかったんですけども、セカンドレグのメッシだったりネイマールの、この突破力に対するカバーリングですね。そういったところでボヌッチ、素晴らしいと思いました。フォーバックのうちの2枚がですね、こういう風に視野が広い選手がいるとやっぱりですね、どうしてもその1人が出てった後のカバーの範囲がフォーバックだと広くなりますし、サイドから上がってくるクロスに対してのね、対応もちょっと間違うと死角から選手が入ってきたりとかしますんで、こういったボヌッチみたいな選手がいると安定感がぐっと増すと思いました。そういったところで頑張ってたのナチョですね。セルヒオラモスの死角に入っていく選手に対してきちんとついてって、相手があのレバンドスキーでもですね、ヘディングの競り合いで、ゴールさせなかったっていうシーンもありましたし、そういったところでナチョすごくね地味な選手なんですけれども、もしかしたらセルヒオラモスのパートナーで僕は一番安定感があるんじゃないかっていうか、この選手こそあの二人がいてもペペバランがいてもスタメンで出るべき選手なんじゃないかっていう風にこの2試合通して、思いました。そして中盤ですね、ビダルモドリッチ、ここねカゼミロもちょっと迷ったんですけど、やっぱりですねこのビダルの活躍ファーストセカンド通してまあカゼミロをやりながらですね前線に上がっていくみたいな、ちょっと役割がすごく多いんですよ。そんな中でファーストレグはヘディングのシュート決めましたし、PK 外してしまったんですけど、セカンドレグもですね、やっぱりアロンソだったりですとか、両サイドのね、戻りがちょっと緩いバイエルンミュンヘンの中盤の守備を一人で担ってて、まあそこがですね、ちょっとキワキワのスライディングになって、最終的にイエローカード2枚目になってしまったんですけど、あれでね、ビダルが、ベスト8の戦い良くなかったから、バイエルン良くなかったっていう風にですね、ちょっと記憶に残してほしくないって言いますか、走ってたからこそ、頑張ったからこそ、出たああいったねミス、まあ PK は誰かに譲って欲しかったっていうのはあるんですけれども、それでもですねビダルの働きは本当にバイエルンのですね本当攻撃の心臓がチアゴだったら守備の心臓はビダルだなっていう風に、そんな風に、僕は思っていますんで、ここにあえて入れさせていただきました。そしてモドリッチですね、その守備をしながらやっぱりですね持ち上がる能力、低い位置からすごくですね、普通のプレイヤーだったら危なくて見てらんないところをモドリッチがやるとなんか当たり前に見えてくるんですね。それでボールを持ち上がってクリロナがね決めれなかったですけれども、裏に抜けていったところに出したパスとか、本当に監督が求めるプレーやってくれると安心すると言いますか、やっぱり前からねプレスをかけてくるチーム、押し込んだ状態でそこから奪って二次攻撃っていうのがすごくですね攻撃力をアップさせるの必要ですから、その二次攻撃を塞ぐ、全部パスコース塞がれてても一人剥がして自分で持ち上がってそれによってですね全部マークずれますので、裏に抜けていく選手が、すごく生きるっていう、そういったとこありますので、ここに来てね、ちょっと当たり前的なとこあるんですけど、モドリッチやっぱすごいなっていう、そういったところで選ばせていただきました。そしてアウベスはですね、やっぱりパリサンジェルマンに対してねもう無双してたネイマールをああいう風に2試合通して抑えたっていうところを、評価させていただきたいと思います。本当ねベスト8のこの試合に関してはアウベスかなと、カルバハルっていうのもあるんですけど、カルバハルの戻りの遅れがPK のね、ロッペンのねちょっとダイブっぽい PK、 あそこに繋がったっていうところありますんで、今回はちょっとアウベスにさせていただこうと。カルバハルもすごいですけど、で左のアレックス・サンドロ、これもねハイライトだとマルセロすごいんですけど、やっぱりマルセロがああいった働きできるのはクロースのサポート、カゼミロのサポート、セルヒオ・ラモスのサポートがあってなんで、そういった点でサンドロっていうのはまあ一人でねメッシに右サイドで、バルサから見て右サイド、そのエリアで仕事させなかった、またですねバルセロナの右からの攻撃がまあほとんど効果的なものがなかったのがこのサンドロ中心にした、守備だっていう風に、僕思っていますので、このアレックス・サンドロ入れさせていただきました。そして3トップムバッペ、クリロナ、ディバラ、この辺はもう説明の必要が、ないと思います。この3人がいなかったらですね結果変わってたっていうぐらいの、そのぐらいの決定力だったなというふうに、そんな風に思いました。では行きましょう。ワースト11です、こちら。はい、これねもうこのレベルに来るとワースト選ぶのもちょっとしんどいですね。この2試合が悪かっただけ、そのうちの1試合が悪かっただけでここに入れちゃってる部分がありますので、決して悪い選手っていうことで入れたわけじゃないと、そこは
ちょっとご配慮ください。でですね、キーパーに関してはもうね、ちょっと該当者なしにさせてください。無理やり見つけるしかなくなるとちょっとかわいそうすぎるんで、もうやっぱりこのレベルに来ると、まあキーパーはもうちゃんとね、最低限の仕事って言いますか、うん、ちゃんとしてくれるキーパーなんだなと。うん、逆に言うと、そういったキーパーを揃えてないと、やっぱりベスト8以上には来れないと。やっぱマンチェスターシティが、ベスト16でいなくなってるのもそういうことなんだろうなというふうに思いまして、今後のね、予想に役立つ、そんな結果になったと思います。でですね、フォーバック、やっぱビシチェク、ギンターは簡単なミスが多すぎるんで、ぶっちゃけここはね簡単に選べました。マテューもですね、やっぱり求められた仕事は全然できてなかったですし、ここに関してはね、マテューに関してはまあ使ったね監督のミスだっていう風にね、これもね忘れないでほしいんで、ビタルと一緒に言いますけれども、このねワーストイレブンの監督率いるとしたらまあルイス・エンリケだなっていう感じで、まあそういったところでマテューで、ボアテングがセカンドレグの出来がね、まあ素晴らしいシュートブロック、うん、ありましたけれども、全体としてはパスの精度だったりですとか、守備の対応の軽さとかボアテングらしくないとこ目立ったんで、ここにさせていただきました。でヌディディに関してはやっぱりこの位置でヌディディの場所でキープできたりボールを出せたりするとレスターの攻撃一つ押し上げられてね、全然違うなって思ったんですけど、アトリシコ相手にはまだそれができるレベルの選手じゃないっていうところで、ビッグクラブ移籍のね噂がありますけれども、僕はですねレスター好きですけれども、そういった感情抜きにヌディディはですね、もう一シーズンちゃんとレスターでやって、選手としてですね、その劣勢のチームを助けられるようになってからビッグクラブ行った方がいいと思いました。でイニエスタですね、イニエスタに関してはやっぱりファーストレグの守備面でのカバーできる範囲の狭さだったりですとか、切り替えの遅さだったり、そういったところでちょっとチームのピンチになっていましたので、まあそれもね、うん、エンリケのミスって言ったらね、チームの構造上悪いのはエンリケになるんですけれども、まあねその辺でちょっとイニエスタだけ優遇するわけにはいかない。うん、試合見ててやっぱり、勝敗のね範囲の部分につながるプレーをしてたということで、ここに選ばせていただきました。でアロンソに関してはそういったね守備面でここを抑えればっていうとこを常にね抑えるようにこう懸命にねやってくれてた。やっぱり後から出てきたキミヒとかとの差は明確だと思うんですけど、このアロンソの位置からのパスのつながらなさ、やっぱりその辺でね、やっぱり衰えてくると、その何ですか、筋肉の疲労が早くなってキックの精度落ちるっていう風に言われてるんですよ。なんでそういったところで、シャビアロンソのキック精度の低さっていうのが、バイエルンの攻撃回数を減らしてたところはあると思います。で両サイドですね、これベイルとマレズで、まあドグラスコスタとかは出てる時間短かったんで入れなかったっていう感じだったり、うん、カラスコとかは別に悪いプレイしてたわけじゃないけれども、うんって感じで、まあこの二人、マレズに関しては出すべきパスを出さなすぎて、うん、一本でもそのパスを出してたら得点つながって変わったんじゃないかっていうシーンが多すぎたので、ちょっとマレズを選びました。でベイルに関してはちょっとファーストレグで何もできてなかったっていうところがありまして、ベイルのポテンシャルを考えてもここに入れるのが妥当だろうと。でワントップの岡崎ですね、岡崎に関しては守備やっぱり頑張りますけれども、攻撃面でやっぱりキープできない頼りなさ、決めるところを決めれない頼りなさっていうところで、やっぱベスト8のね、ベスト8に出揃うチームにいるフォワードとしては、そういったところでちょっと役者が一つ落ちるんだなっていうところをね、日本人のね応援してる僕から見ても痛感させられたんで、そう考えるとここに入るんだろうということで選ばせていただきました。こんな感じでいかがだったでしょうか。ちょっとね一人で選んだんで、ちょっとね見逃しとか、あの人忘れてますよみたいなのあるかもしれませんので、皆さんのご意見とかもいろいろ聞かせてくれたら嬉しいです。レオザフットボールでした。明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ。